皆様ご起立願います。ただいまより上田市立第五中学校改築事業校舎等建設工事安全祈願祭を執り行います。一同礼。ご提灯願います。お直り願います。自陳の儀、仮初めの儀、忌み蒲。うざち染めの儀、忌み蒲。上田市市長土屋陽一殿、上田市議会教育構成委員長飯島智則殿、上田市教育委員会教育長峰村秀則殿、玉串法典、上田市市長土屋陽一殿。なお上田市都市建設部ご関係の皆様はその場におきましてご同拝をお願いいたします。上田市議会教育構成委員長飯島智則殿。なお上田市議会ご関係の皆様はその場におきましてご同拝お願いいたします。
上田市立第五中学校校長畠山正幸殿。なお教頭 PTA 学校運営委員ご関係の皆様はその場におきましてご同拝をお願いいたします。本日は第五中学校の起工式、皆さんと一緒にですね、取り行うことができまして大変ありがたく思っております。先ほど教区長とですねちょっとお話ししたんですが、平成30年の、あれは 夏から秋にかけてですかね、第五中学校をですね視察させていただきました。その際はですね天気は普通の天気だったんですが、関係者の皆様からはですね、大雨の時の映像をですね私たちも拝見したんですが、体育館と校舎の間にですね大変大きなこう、水たまりというより池のような形になりまして、そこにすのこがこう浮いているような映像がありましてですね、これは教育長なんとかしなきゃいけないなということをですね話したということをですね改めて先ほどお話したということです。そういう思いを持ちながら今日の起工式に臨んでいるということでありまして、よろしくお願いしたいと思います。本日ここに上田市立第五中学校の校舎等建設工事が関係する皆様方のご尽力によりまして着工の運びとなりましたことは喜びに堪えないところであります。ご列席をいただきました地域の自治会長様はじめ関係する皆様、また市議会をはじめとする関係各位に深く感謝を申し上げます。上田市は子どもたちの学びの環境を充実し、学校の教育活動、家庭地域の教育力の充実に向けた支援を推進するため、時代に対応した安全で安心な小中学校の施設や設備の整備を進めております。また上田市教育支援プランに掲げる確かな学力を養う、ふるさと上田を愛する心を育む、未来を切り開く力を養うの3つの基本目標達成に向け、多様で変化の激しい時代を担う大切な子どもたちの学習環境のさらなる充実を目指してまいります。さて第五中学校の歴史をひも解いてみますと、昭和36年4月に第五中学校法伝部校上品部校として創立し、隣接に見えますが第一棟第二棟の建設を終え、昭和38年5月に現在の上市立第五中学校として開校しました。以来約60年にわたりまして優位な人材を世に送り出し、地域の皆様とともに輝かしい歴史を刻んでまいりました。現在の建物が建設後50年以上を経過し老朽化が進み、また既存校舎の耐力度調査の結果、全面改築の要件を満たしたことから、この度全面改築を実施することといたしました。新しい校舎の設計につきましては、限られた敷地の中で使いやすく、生徒が主体的に活動でき、安全でゆとりと潤いのある学習環境を整備し、地域との連携協働の場となるよう、学校関係者をはじめ、地域の皆様のご意見も伺いながら検討を進めてまいりました。新しい校舎の外観は周囲の景色に溶け込み、落ち着きのある建物となるよう配慮します。建物内部は明るく風通しがよく、木のぬくもりのある空間を演出し、生徒が憩いの中でゆとりある学校生活を送ることができる環境も提供いたします。また誰もが安心して施設を利用できるよう、死角を極力抑え、生徒が行き来しやすいよう動線にも配慮し、限られた敷地を最大限有効に使ったコンパクトなレイアウトといたしました。
まさに地域の学び屋として後世にわたって皆様に愛される新時代にふさわしい第五中学校になるものと確信しております。そしてこの上野が丘の学び屋から若き翼を持った優位な人材が巣立つことを期待しております。今回の校舎棟の建設工事につきましては令和7年1月の完成を予定しておりますが、その後も屋内運動場の建設、プール改築や外構工事等さまざまな工事が控えており、何かとご不便をおかけいたしますが、完成までの間、皆様の温かいご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。施工業者の皆様におかれましては、まずは安全を第一に、最新の注意を払って工事を進めていただき、完成を心待ちされている学校や地域の皆様の思いに応えるよう、後世に誇れる素晴らしい施設にしていただくようお願いいたします。結びに、工事期間中の安全と関係する皆様方のご健勝を並びに、第五中学校に学ぶ生徒の皆様の健やかなる成長を心より記念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。令和5年7月14日、上田市長土屋雄一。本日は誠におめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。